新たに感染が確認されたのは、いわき市で785人、郡山市で595人、福島市で510人など、合わせて3297人です。3000人を超えるのは初めてで、これまでで最も多くなりました。県はお盆が明け、休止していた医療機関が再開したことで、検査を受ける人が増えたことなどが要因とみています。 また、県内では、昨日までに福島市の福島赤十字病院で患者と職員合わせて16人の感染が確認されるなど12件のクラスターが新たに発生しました。入院は459人で、重症は2人、病床の使用率は61.3%です。また、自宅療養は過去最多の1万8479人、療養者全体でも 感染者の急激な増加により、県内の医療提供体制がひっ迫していることから、県は改めて感染対策を徹底するよう呼びかけています。